スクーテリアモモケンチャンネル。ニートキネマル第2弾。あのスーパーでまた漏らす。ああ、スーパーでのおもらし事件以降外に出るのが辛いな。金のないニート生活なんて退屈でしかないんだよな。でも働くの嫌だな。空から大金が降ってこないかな。そしたら俺は全部掴み取っている自信あるぞ。なんか大金を積んだ飛行機が事故らないか。ああ、働きたくねえ。楽して大金を稼ぐ方法ってないのかな。キネマル、またゴロゴロしやがって。あんたいつになったら働くのよ。うるせえな母ちゃんは。俺様は今大金を稼ぐ方法を考えているんだよ。しかも俺様にしかできない方法さ。しょうもないこと考えてんじゃないわよ。何が天才よ。天才だったら東大くらい行けたでしょ。あんたの卒業した大学はシルバニア世紀末大学でしょうか。あんたがモヒカンヘアーでバイク乗って大学行ってたなんて恥ずかしかったわよ。でもトップで卒業したぞ。父ちゃんも母ちゃんも鼻が高いだろ。あんなバカな大学出たところで何も自慢にならないだろうが。さっさとハロワにでも行ってこい、腐れニート。クソっ母ちゃんね。俺はシルバニア世紀末大学時代は神童と言われていたんだぞ。なぜ天才であるはずの俺がハロワなんかに行かにゃならんのだ。なんかいい仕事ねえかな。とりあえずハロワに着いたぞ。何か探してみるか。ではお名前を教えてください。大谷翔平じゃなかった、志村健です。ふざけてるんですか。帰ってもらえますか。あなたどう見ても大谷翔平って顔じゃないでしょ。ドジャースファンに怒られますよ。うるせえ。そんなことよりお名前は。はい、ブス島キネイマルと言います。大学は出たんですけど就職先が見つからなくて。ではキネイマルさんの学歴は。シルバニア世紀末大学です。学部は経済学部です。シルバニア世紀末大学。ああ、それダメですね。あそこはフラン大学よりマシですが、大手企業からするとあの大学は避けたいんですよね。ましては経済学部は潰しが効かないんですよ。いやでもトップで卒業したんですよ。トップとかどうかなんて関係ないんですよ。運動会じゃないんですから。東大だったら話は変わりますけど。それにあなたのキモい顔つきじゃ企業のイメージが悪くなりますしね。なんだとこの野郎。じゃあこれならどうですか。これならあなたにもぴったりの仕事ですよ。この天才で超絶イケメンな俺様にぴったりな仕事か。しかもフレックスで週休完全2日制、年間休日は120日以上、給与は頑張りによっては30万以上も夢じゃありません。出勤時間は9時で17時退社ですが、多少の残業はありますが2時間程度です。それって栄養ですか。いいえ、殴られ屋です。はぁ、あなたの顔って海外中みたいにキモいのでぴったりかと。あなたみたいな顔を殴れば少なくともストレス発散はできますよ。一発1000円の設定でいかがですか。なんだろう、小学校の時先生からお前の顔って不快害虫みたいでキモいって言われた時の悲しみが襲ってきたよ。クソ、なんなんだあの職員。この俺様の顔を見るなりキモいとか不快害虫って嫌がって。非正規職員のくせに何様なんだ。俺様のどこが悪いんだ。こんなに素敵な顔じゃないか。じゃあ何あの男キモい。しかも無駄に大きい体してるじゃない。ただいま。帰ってきたか腐れニート。ちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど。なんだよ、俺はハロワで精神をえぐられてきたところなんだよ。あんたにもそういった感情があったのね。俺だって人間だぞ。人間もどきじゃなくて。あんたが俺を産んだんだろ。あれ、そうだっけ。それよりあんたに頼みたいことがあるのよ。なんだよ。世紀末スーパーに行ってきてほしいのよ。世紀末スーパーだって。あそこのスーパーって確か俺が盛大に漏らしたところだよな。そうよ。あそこ俺は出禁になったはずだろ。なんで出禁になった俺に行かせようとするんだよ。あんたが無職だからよ。どうせ暇でしょ。変装していけば問題ないわよ。それに今日はあのスーパーで特売やってるし、無料クーポンが使えるのよ。しかも今日までよ。マジで本気と書いてマジよ。でもどうやって行けばいいんだよ。これ使いなさい。鼻眼鏡いいじゃない。金ない、モテない、サチウス。どう見ても惨めで哀れな中流じゃない。それが息子に対して言う言葉か。それとこの割引券を持っていきなさい。母ちゃんめ、この俺様をこき使いやがって。しかもこのサチウスで哀れで惨めなチーデューとか言いやがって。どこがチーデューだと言うんだ。とてもダンディで素敵な男じゃないか。それにしてもなんで俺様があの世紀末スーパーに行かなくちゃならないんだよ。でも割引券や特売は魅力的だしな。ニートも外に出ざるを得ないな。着いたぞ。バレないうちにさっさと済ませよう。おい、なんだあれは。なんだあのデブは。力士か何かか。いや、あんな脂肪だらけみたいな力士いるわけないよな。あいつちょっと見ようぞ。風呂入ってるのかな。しかもあいつ変なヒゲだな。わら、なんか悪口が聞こえたような気がしたけど、バレないうちに済ませよう。まずい。こんな時に限って。発想言えば昨日大食いチャレンジで100激辛カレー食ったんだっけ。それが今になってくるとは。さっさと済ませて帰るか。早めにトイレ済ましておくか。どけどけ、爆弾男が通るぞ。どかないと爆発するぞ。うおうおう、間に合え。早くしないと漏れる。
こいつはもしかして、この前のロリババア？鼻メガネが飛んでいっちゃった。すいません。大丈夫ですか？こんな状況を見てよくそんなこと言えるわね。ん？あんたどっかで聞いたことある声ね。まさかこの前のデブかしら？違いますよ。わ、腹が。じゃ、何の音よ？もうダメだー。グッドラックロリババア。え、何？肛門が破裂しそうだ。うおおです。幻想1丁目の世紀末スーパーで敵になっていた男性が老人の顔面に運行したとして無職の男が逮捕されました。ももけんチャンネルでした。高評価とチャンネル登録お願いします。